どうも、哲学とです、えー。今回はですね、無事、えっ、ー、と、難易度ナ,ナイトメアをハンマーディンでクリアすることができましたので、クリア直後のね、装備とスキルとステータスのご紹介していこうかなと思います。まずですね、えー キャラクターのレベルの方がレベル62で、えー、クリアしました。で、えー、基本的には、えっ、ー、と、縦のね、ブロック率も上げたいので、臨性線とこをとりあえず100まで振っていて、まあ、筋力も、えー、100まで、えー。ここはね、付けたい鎧によって少し少なくてもいいかもしれないですね。であとは生命力に全部振ってるという形ですね。でエナジーはね、えー、まあ、基本的に、えー スピリットの剣、精霊の剣と精霊の盾を両方つけられれば、えー、ほぼマナに困ることはないので、エナジーは特に振ってません。で、えー、今回クリアの時の装備なんですけど、えー、基本ね、あの、あんまり、えっ、ー、と、ルーワード装備以外はね、大したのつけてなくて、えー、石の手袋、えー、石のサークレット、 まあ、なので、ここら辺で、ね、体勢でちょっと足りない部分を補う。 ような感じで付けてあげるといいかなと思います。でね、もしね、スキルレベル向上の、えー、アミュレット系を、えー、何か拾えてたら、えー、アミュレットはそういったものをつけるといいかなと思います。特にやっぱりナイトミアで、えー、きつく感じる理由としてね、やっぱりスキルがレベル20以降伸びないっていうところあるんで、なので、いかにスキルブースト乗せるかってところなんですけど、えー、今回ね、私は、えっ、ー、と、幸いにして発動できている神木の心 新木の心ですね。をつけたフレイルに、レベル55から振り返ってますけど、まあ、ここ基本的にスピリット剣で、ま、全然問題ないので、まあ、もし余裕があればね、組んでみてほしいですけど、まあ、スピリット剣で十分だと思います。で、頭はね、ロアの方、ロア、伝承の方を使ってます。 途中ね、ネクロマンサーで使っていた、この、えー、オールスキルプラス2が付くデリリウム使ってたんですけど、デリリウムはですね、結構、被弾の多い、えー、キャラクターだと、あのー、しょっちゅうね、骨ちびになってしまって、結構、なんていうかな、戦いが、前線が崩壊する原因にもなったりするんで、えー、まあ、とにかく、えー、扱いの難しいルーンワードなんで、今回はデリリウムじゃなくて、伝承を、えー、主に使ってましたね。 で、えっ、ー、と、鎧の方のルーンワード、いろいろあるんですけど、えー、今回はスモーク、煙で、えー、全般を戦ってましたね。やっぱり全体性プラス50が非常に大きいので、えー、ナイトメアでね、ちょっと苦戦してるよっていう人は、あ体勢の部分で苦戦してるよっていう人は、えー、煙発動させてみるといいんじゃないかなと思います。で、縦の方は、えー、精霊のシールドを使ってたって感じですね。 足はね、一応、えー、プラス30の走り速度のブーツつけてますけど、まあ、ここはね、高ければいいかなと思います。で、えっ、ー、と、走りのね、スピードなんですけど、スキルツリーの方の、えっ、ー、とね、防御系オーラの、えぇ、ー、血気。えー、これをね、つけておくと、えー、結構足速くなるので、まあ、こいつを結構よく使ってたかな、って感じですね。で、防御系オーラは基本、えー、まあ、こんな感じで振っていって、 で、で、ケッキーが20まで振ってある状態ですね。で、攻撃系オーラはマイト振って、で、まだね、スキルポイント振り直してないので、えー、聖なる炎にもポイントが9ポイント入ってるんですけど、ここから振り直しをして、えー、基本的に、えっ、ー、と、こちらの、えっ、ー、と、典型の狙いですね。これがね、結構大事なんで、こっちの方に、えー、ポイント振り直そうかなと思ってますね。 で、あとは、え、1ポイントずつですね。精神統一の方に1ポイントと。で、戦闘スキルの方は、えっ、ー、と、今回はとにかくまず祝福の、えー、土、メインスキルである祝福の土が20になるまではとにかくここに降り続けるっていう感じで進めましたね。あのー、まあ、やっぱり祝福の土の火力を出したいので、典型の狙いと血起両方、 えー、まあ、ここを20まで上げたら、点検の狙い、えー、血気、両方上げていく必要があるんですけど、まあ、私の、ま、優先順位としては、えっ、ー、とね、先に血気を上げた方が楽かなと思いますね。で、今回血気を、えー、20まで上げて、えー、で、次の、えー、点検の狙いを入れていると。なので、ここまでで60ポイントと、あと、ま、前提スキルの取得ポイントが必要になるので、まあ、レベル60ぐらいまでは、えー、なんていうのかな。 ハンマーの火力が安定しないってことになりますので、まあ、そこはね、ちょっと注意が必要なんですけど、まあ、このシナジー理解してやると、えーまあ、かなりね、えー、ナイトメアは楽にいけるんじゃないかなという気がします。まあ、終盤やっぱりどうしてもきつくなるところがあったんですけど、まあナイトメアね、もし第5章とかで、あの、きつい的の組み合わせですね、典型の、えー 土はな、あの、ハンマーね、とにかく、えー、軌道が、なんというか、あのー、独特なんで、あの、は、なんていうのかな、画面外から雷打ってきたりとかするときに、とにかく弱いっていうのと、あと、まあ、第二章の虫の穴みたいなね、ところみたいに、ハンマーがね、どっかにこうぶつかってしまうと、あのー、消えちゃうんですよね、こうやって。なので、まあ、とにかく、 え、まあ、広いところでなるべく戦うようにして、それ以外で、えー、いけないところは、ちょっと兄貴に倒してもらうっていう感じで進めてましたね。で、兄貴傭兵の方は、えー、基本的に、えっ、ー、と、まあ、洞察を発動したポールアックスと、えー、チェーンメールと、あとまあ、頭って感じで、まあ、1200ぐらい、えー 攻撃力は稼いで、るという感じですねで、えー、どの傭兵がいいのかっていうことで言うと、私はね、悪、えー、と傭兵雇いかえ帰るときは、基本的にそのノーマルの難易度のでしか出ないオーラ、えー、ナイトメアでしか出ないオーラっていうのがあるんで、えー、とノーマルの難易度の、えー、第,1章第2章にいる、えー、プライヤー、祈願を持っている傭兵を雇ってきましたね。まあこれやる こいつをつけておくと結構ね、ハまりあの本体も結構被弾するので、まあその時に、あのー、まあ、傭兵のオーラでね、少しライフが稼げて楽になるかなと思いますので、こちらを採用してますね。まあ、ここら辺はね、人によっては、あのー、 ディフェンシブの方がいいとかっていう方もいらっしゃると思うんで、そこはまあちょっと好みに分かれるところだと思うんですけど、私はまあ基本、えー、プライヤー、えー、の、えー、癒しの効果のあるやつですね。をつけてますね。なので、で、まあヘルに入ってからの課題としてはね、結構ね、 まあ、あの、パラディって、ま、体勢は稼ぎやすいキャラクターではあるんですけど、今だってもうこれヘルに入ってるんですけど、もうすでに、えま、カンストしてる部分の体勢もあるんで、本体の、ま、えところはいいとしても、あとね、一つ気になるのはやっぱり傭兵の部分ですよね。傭兵の防御力はちょっとこう低めなんで、ここをいかに持っていくかってとこは課題になってくるかなと思います。 まああのー、とにかくですね、あのー、パラディン、ハンマーディ育っている方は、まず、えー、祝福の土をマックスまで取って、その後、えーまあ防御系オーラの決起と、えー、とあと点桂の狙いですね。 この二つのシナジーを取ることによって、その、シナジーのあるスキルがレベル1上がるごとに、ここの、えー、祝福の土の火力が上がっていくっていう仕組みになってますので、シナジーのあるスキルを、えー、祝福の土を取り終わったら取っていくようにしてみてほしいなと思います。まあ、基本的に今それで、えー、部入った時点で1400ぐらい出てる。 であとはまあどれだけブーストできるかですけど、まあちょっときついよっていう人はまずスピリットの盾とスピリットの剣を用意して、あと頭の方でロアをやると。ここでプラス5を稼げて、 で、あと、アミュレットがもし拾えたら、えー、6稼げるっていう状態になるので、まあ、それだけで十分ナイトメアクリアできるようになると思いますので、そしたら、ヘルの、えー、アクト1のルーンオーバーさん巡回とかで、もう少し上目のルーンワードを発動した装備を手に入れるのがいいんじゃないかなと思います。えー、どうもね、今回も動画見てくださってありがとうございました。あのー、ちなみにね、ビデオ紹介の動画、えー、過去に、えー、ウィザードと、 あと、ネクロマンサーについての動画も上げてますので、ぜひね、初心者講座の、えー、概要欄にある初心者講座の再生リストからそちらの方も見ていただけたらなと思います。まあ結構ね、ハンマーディン序盤も大変だし、えー、そこそこ装備を揃てとかないときついとは思うので、まあ最初のキャラとしてお勧めできるかというとなかなか難しいところだとは思うんですけど、まあすごくね、楽しいビルドではありますので、えー、少しね、えー、育て始め、 育てたいっていう方は参考にしていただけたらなと思いますどうも今回も動画見てくださってありがとうございました哲学人でした